アルケースティスの死。アンゲリカカウフマン・アルケースティスは、ギリシア神話の女性である。長母音を省略してアルケースティスとも表記される。イオールコス王、ペリアーストビアースの娘アナクシビアーの娘で、アカストス、ベーシュディケペロッペア、ヒッポトエイト兄弟、ペライオーアドメートスの妻となり、エウメーロスを生んだ。また、ペリメーレーという娘もいた。アルケースティスは、 低粛な女性として有名で、若く死ぬ運命にあった夫の身代わりになって死んだと言われる。父ペリアースは、アルケースティスに、大勢の求婚者が現れた時、戦車に獅子とイノシシを繋いだ者に娘を与えるとした。そこで求婚者の一人、アドメートスに仕えていたアポローンが、戦車に獅子とイノシシを繋いで、アドメートスに渡し、アドメートスはそれをペリアースのところに持って行った。 こうしてアルケイスティスはアドメートスと結婚した。しかしアドメートスは結婚式の時にアルテミスの見くぎすることを忘れたため、アルテミスは新婚の部屋を蛇で満たした。そこでアポローンの助言に従ってアルテミスの怒りを収め、またアポローンはも依頼からアドメートスが若くして死ぬ運命にあり、助かるには両親か妻がアドメートスの代わりに死ぬしかないことを聞き出した。 アドメイトスの両親がそれを拒んだ時、アルケースティスは、夫の身代わりとなって死に、夫の命を救った。しかしペルセポネーは、アルケースティスを地上に返したとも、ヘイラクレースが、ハーデースと戦って取り返したとも言われる。エウリーピデースの悲劇、アルケースティスによると、ヘイラクレースは、アルケースティスの墓に行ってタナトスを待ち伏せし、アルケースティスを返すまでタナトスを締め上げた。 このためタナトスは諦めて退散し、ヘイラクレースは生き返ったアルケイスティスをアドメトスのところに連れて行ったという。エウディーピデース、アルケイスティスでも娘がいるとされている。アポロドーロス、2巻6.2、ヒュギーヌス、50話、51話、243話、251話も参照。ありがとうございます。